私たちがですね、あの一番、まあ、ご新ロゴ新婦に支持されている商品としてはです、ねえー、当日編集、取っ手出しというものがあります。ものとしては大体5分ぐらいのものになります。で5分間のそのものをです、ねえー、視聴者を見ている方々ですね、をずっと飽きさせずに見せるというのは、やっぱある程度の,その説得力というか、ストーリー立てが必要になってきます。えー、そののストーリーリ まあ、映像に関してののストーリーリ王様はですね、やっぱり映画だと思ってます。まあ、映画の文法も学んできましたのでそこをですねブライダルの枠の中で作品を作るにあたってしっかり落とし込みをしようと、えー、思っています、えー、例えば支度部屋で、えー、新郎新婦が、えー、朝の日を浴びながら、えー、支度をしているということを説明するには、まあ、映像の文法で言えばですよ えどこでって言ったらやっぱおのずとワイドになったりするんですよね。で誰がもちろん登場人物しっかり描きますよね。何してるんだろうあリップ塗っていますと。でそこでちゃんと説明した上でじゃあそこで何が起こってるんだろうっていうのはそこはもうケースバイケースですね。あとはですね、えー、もう一つ、まあ、分かりやすい文法としましては、えー、主役がいます。それは新郎新郎婦以外の、えー、例えば空間でも お子さんでもそのワンカットにおいての主役という意味ですねで、その主役に対してアクションがあります、えー、例えば、えー、お子さんがわーっとうんと走っています走ったお子さんを誰が見ていてどんなリアクションをしているのかそこでやっと走ったことが生きるわけなんですよねそのカットがそういったアクションとリアクションというのをしっかり大切にしながらストーリー構築をしていく そうです、ね、あの想像力をかきたてる作品を作るためにはですね編集もすごく大事なんですね説明的すぎるとですねお客さん、まあ、見てる人はですねそのこう引き込まれるっていうよりかは受け身になって、えー、映像を感じてしまうんですね見てしまうんですねそれよりかはちょっとだけ情報を間引いてあれこれ何だったんだろうってこう思わせることによって次も見たくなるその次も見たくなる でそれはつまり何かというと文章でいうと行間のコントロールですね、えー、行間は何かっていうと、えー、その見てる人のですね想像力です想像力で補完するで実はですねあの映像で全てを説明することって不可能なんですねですればするほどちょっと味気ないものになってしまって、えー、見てる人はですねあの心は離れていくのかなと思ってます想像力をかきたてるという部分で、 まあ一番分かりやすい例があると思うんですけども、まあ、結婚式においてはその神父のお父さんとあと神父さんの関係性っていうのはやっぱりこうクライマックスの一つなんですねそこの,そのドラマチックな部分をどう見てる人がその共感を生みながらですねお父さんの気持ちになりながらこう表現できるかな例えばバトンタッチのあとにお父さんの足元があってそれで。 神父さんのですね、まあ、ベール、まあ、トレーンとか言うんですけどもそれがフレームアウトしてお父さんの足だけがそのフレーム内に残っているというのも,もうほ説明というよりかはもう本当想像してくださいっていうその業界の作り方撮影編集の仕方ですねはいで表現する人間においてはですねあのー、やっぱりこう 私はいつもスタッフに言ってるのがあの、ちょっと恥ずかしいんですけども、愛って大事だよと。その人間愛とか、その愛を感じる力、あと共感する力ですね。でそこがないと、そもそもレンズを抜けないんじゃないのと。まあ、自分がカメラを持っていて、で目の前にいるご親父、まあ、個人のご神父がですねその、自分がじゃあ今までその付き合ったことないような方、ちょっと苦手だなとか、あのちょっととっつきにくいなっていう。 そういったその風貌の方とか、えーまあ、いろいろこういらっしゃるじゃないですか。でそこに対して、まあ、例えばそれがねもうすっごい金髪のね茶髪の人とか分かんないですけどもそういった方に対してじゃあ見た目でもうシャットダウンするのかそれとも「おなんかすごいな」とか「おなんかかっこいいな」とかうのそういったなんていうんですかねその自分の心をシャットダウンしないで。 どうにかしてそれを受け止めようとするその努力が多分僕はその愛だと思ってるんですよね。をこんなにその白亜の豪邸みたいなすっごい真っ白いチャペルに茶髪みたいなそこでユーモアが生まれたりとかするんですよね。でじゃあそこをどう切り取ってやろうかそれはもうカメラマンの腕の見せ所ですよね。あ,のある時ですね私が、えー、親族控え室、えーまあ、ご親族がこういろいろ お挨拶する場所でです、ねあのー、まあカメラをこう構えてたんですけれどもご親族全員あのチャペルのほうに移動されてで神父のお父さんだけ神父さんを迎え入れるために待っておられたんですねで長い子にこう座られてお父さんこういきなりですねこうなんかこう腕をこう動かし始めたとあれどうしたのかなあそうかこ練習してるんだとこれは撮っとくべきだと。 これはそのあのー、なんだろうプロの視点としてはこれ絶対撮るべきだしまあ神父さんこれ後で見たら喜ぶだろうなって純粋な気持ちですよね。はい、でそこをまず切り取ってでそれで編集においてはですね えー、お父さんと神父さんがこうさ、あのー、出会うまでのやつをこう編集の技法でカットバックってあるんですけどもカットバックでこう繋いでそれでこう腕を組むまでっていうのをその一つのそのシーンのクライマックスとして置いたんですけれどもあれはやっぱこう撮ってて、あのーまあ、正直何の変哲もないそのカットなんですけれどもやっぱりそれ撮れたらかったなってすごい思いましたね。